はい、どうも、哲学とです。今回はですね、ディアブロ4シーズン2、活動の、先決の、まあ、初日のね、配信と、あとレベル上げの方をね、終わりましたので、まあね、一応、レベル37まで、なんとかね、初日は到達することができたんですけども、まあね、今シーズン、まあやってみてどんな感じだったのか、その感想をお伝えしながら、まあこれからね、レベリングする、方に、まあ少しでもね、役立ちそうな知識っていうのを、解説していきたいなと思います。まずですね、まあ今シーズンやっぱりすごくですね、パッチ 1.2.0 のね、まあ影響で、まあ敵のまあ強さとかそういうのもかなりね、まあ、調整されてね、まあ、そんなに強くなったので、まあ、最初はですね、まあ、ティア1とかで、始めてもいいかなと思うんですけども、まあ、ちょっとレベル上げとね、まあ、装備が揃ってきて、まあ、十分、楽に敵倒せるなって感じだったら、早めにティア2上げてあげた方が、レベル上げは早く進むかなと思います。でですね、まあ、今シーズン、の、まあ、特徴としてですね、こちらのですね、まあ、ヴァンパイアの、まあ、イベントっていうのが、まあ、結構ね、用意されてて、基本的には、まあ、拠点レベリングとかね、そういうのを、今までは、シーズン1の中だと、お勧めしてたんですけど、こちらのね、ヴァンパイア関連の、囁きがかなり、経験値効率良くなってて、で、あとですね、囁き報告することによる、経験値も、大幅にアップしてますので、まあ、とにかくね、今シーズン囁きがむちゃくちゃ序盤のレベリングにね、まあ、効果的になったっていう点が、まず、1点挙げられるかなと思います。で、シーズンのバトルバスの方なんですけども、レベル上げていくとですね、レベルの、8かな、ティア8まで、上げると、くすぶる灰の方をね、ゲットできますので、忘れずにね、まずこの経験値 5% アップのところに、くすぶる灰、振る方、こともやってみてほしいなと思います。で、まあ、じゃあ、経験値、効率いい方法とかそういうのはなんとなく分かったんだけど、まあ、実際何が面白いのかっていう話をまず、していこうかなと思うんですけど、今シーズンのね、まあ、バフ要素なんですけど、まあ、すでに解説動画でもお伝えしてきてるものなんですけど、まあ、こちらのね、吸血能力というね、まあ、スキル、みたいなものを、このね、まあ、濃厚な血っていう、ポイントを使ってね、強化していくという形で、まあ、この濃厚な血はですね、この青色になってるエリアで、まあ、敵と戦ってるとね、結構大量に入手することができてる、できるので、まあ、このね、今シーズンのバフ要素の、吸血力を上げるっていう意味でも、このね、とにかく青色のエリアで序盤、もう本当にレベル1から、戦い続けるっていうのが結構、効率よく進められる方法かなと思います。で、サブシ、今回の、サブストーリーですね。活動の先決の、まあ、ストーリー部分なんですけど、そこの部分のね、お題を一つ一つ、最初はクリアしていくのがいいかなと思います。で、まあ、その中でですね、ストーリーの進行に合わせて、各、シーズンジャーニーのチャプターをクリアしてこいっていうお題が、課されてきますので、まあ、これが埋まるようにね、やっていくことで、効率的にレベリングもできるかなと思います。でですね、まあ、やった上で結構おすすめなこととしてはですね、フィールドマップに咲いてるですね、素材類ですね、ギャロバインとか、まあ、ああいった、ポーション素材ですね。あれは結構ね、頻繁に拾っとくといいかなと思います。ポーションを強化しろとかも結構このね、チャプターの中で指定されてくるようになりますので、まあぜひ、チャプター1、チャプター2、チャプター3と進めていってほしいなと思います。で、あとはですね、まあ私がやったこととしては、自分のね、ビルド、まあネクロマンサーなんで私は、まあ基本的には、こちらの、ボンスピアのダメージが上がる、まあ、力の古文書だったりとか、あとは、骨スキルでクリティカルヒットを出すと、精髄回復が 90% 上がるっていうやつだったりとかね、ここら辺の精髄をね、集めに行ってましたので、まあ、基本ダンジョン攻略は、まあ、自分のビルドに必要なものを最優先でね、取りに行ってもらうという感じで、あとはこの青色のエリアでとにかくね、戦いながら、まあ、あと、シーズンのストーリー進めていくっていうだけでかなりレベルは上げられるかなと思います。
で、あと、もしね、それでもレベル上げ少し足りないよっていう場合は、結構おすすめなポイントとしてはですね、まあ、あと、拠点のレベリングですね。まあ、特に、今私ちょうどキャップストーンダンジョンの手前まで、まあ、来てるんですけども、結構コードラガンがね、レベル上げの効率としてはいいかなと思いました。他のところは結構、経験値効率的にはかなり、まあ、いいんですけど、オニキストリで、落ちた神殿あたりはね、ちょっと敵の数少ないかなって感じがしますので、まあ、コードラガンで戦い続けるのがいいかなと思います。まあ自分のレベルプラス2のね、敵が、まあ、出現してくれますので、まあ、十分火力出して戦えるような感じになってきたら、まあ拠点でね、レベル上げしてあげるのが、結構ね、スムーズにレベル上げする方法としてはいいかなと思います。まあ結構今シーズンは、とにかくね、レベル上げの効率むちゃくちゃ上がってるので、楽に戦えるかなと思いますし、ちょっと吸血スキルせっかくなんで最後ね、お見せしようかなと思うんですけど、敵に会った時にね、こう、敵にこう、吸血スキルが当たるっていうのがね、あるんで、ちょっとそれだけね、お見せしたいなと思うんですけど。あ、今出ましたね。ちょっと見えないかな。そうですね、こんな感じで、どん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 チャプター進めていくことができるんですけど、吸血スキルの方なんですけど、そうだな。基本的には、自分の、まあ、好きなもの、もちろん、最初からこう、ビルドとか組んじゃって、まあ、強いね、能力、吸血能力をつけちゃうっていうのもありだとは思うんだけど、これ、消費をしてあげると、この3択でね、まあ、3つのスキルが、こう選べるようになってくるんですけども、まあ、この中からね、まあ、自分の、今、戦っている戦い方にすごく合ってるもの、ていうか、まあ、この効果使いたいなっていうものを、どんどん上げていくっていうのがいいかなと思います。で、一回上げるためにこうやってね、まあ、経験値を、投入していくことができて、このランクの方もね、まあ、ガシガシ上げていくことができるんで、まあ、なんていうのかな。まあ、自分がこのスキル使っていきたいよっていうものを、ガシガシね、まあ、このポイントを使って上げていくっていうのがいいかなと思います。で、まあ、この吸血能力使うためにはですね、この上の名薬っていう数が、あるんですけど、今666でちょうど揃えてあるんですけど、まあ、この値がですね、こちらの、兜、鎧、そして、手袋、下衣も、靴の方につくようになっているので、まあ、なのでね、自分の、スキルっていうか、吸血力の発動にね、必要になる、ポイントがね、ちゃんと揃うような感じで、このね、装備品っていうのを厳選していくっていうのがいいかなと思います。で、当然ながらレベル上げしている最中なんでね、いろいろと、まあ、装備品入れ替えたりとかしていくと、まあ、スキル発動しなくなっちゃったりとか、するとは思うんですけども、まあ、そういう場合ですね、まあ、この、能力値を、置き換えることができるね、アイテムっていうのも用意されてますので、こちらの、このコインみたいなやつですね、猛威の名薬とか、兜、胸当て、手袋、ズボンまたはブーツに、猛威の名薬を一つ追加するというやつだったりとか、あとね、永遠の名薬だったりとか、神聖の名薬、この3つがね、あります。で、あとですね、装備品についてる名薬をすべて消すっていうものがありますので、まあ、これをね、つけてあげることによって、まあ、自分がね、いらない名薬とかを、消すことができるという形になってるんで、まあ、自分のね、使いたい、吸血能力に合わせて、このね、能力値っていうのも置き換えていくのがいいかなと思います。ただ、序盤はね、かなり装備品が頻繁に入れ替わっていくので、まあ、基本的にはこの素材とかは取っといた方がいいかなと思いますね。ただ、まあ、私ちょっと今、ナイトメアじゃない、ナイトメアの、キャップストーンダンジョンの手前まで来てるので、まあ、そろそろ装備品も揃えていこうかなっていう感じになってるので、まあ、スコアがちょっと高めのものを拾ったら、まあ、そこのね、装備品を揃えるとかっていう、名薬の数を揃えるっていうのは、ちょっとやってもいいんじゃないかなと思います。で、そうですね。結構このね、まあ、神聖の名薬、永遠の名薬、猛威の名薬使って、能力値揃えることができるんで、やってみてほしいなと思います。
で、ちなみにこの有効な名役今、3分の2となってるんですけど、頭にはこれね、3ポイントまで名役のポイントを振ることができるんで、ここにさらに1ポイント、こちらのね、コインを使って、名役を足すことができるというような仕組みになってて、頭3ポイント、まあ、鎧5ポイント、手袋5ポイント、まあ、下衣も4ポイント、靴が3ポイントというような感じで、ポイント数上限が指定されてますので、上限のね中だったらこのね、名役を使って足していくことできますので、まあバランスよくね、こちらの吸血力発動させてほしいなと思います。まあ、今ね吸血力有効5、無効0って出てますけど、まあね5個、5枠まで、吸血力発動させることができますので、ぜひね、まあ、全ての、能力が5つの能力が発動するような形で、まあ、やってみてほしいなと思います。まあ、かなりね、まあ、動画でお伝えするのも難しい部分もあるんですけども、まあ、今回ね特に清場シャドからじゃなくて、まあ、このハウザーだったりとか、あと、こちらの、ゲドバ順の方からね、まあ、ストーリーというか、ゲドバーデの方から、まあ、あのストーリーがスタートするっていうこともあってね、かなり、なんていうかな、普段とは違う、なんていうかな、まあ、レベル上げの体験というのができて、まあ、なんか、あんまりね、こう、期待してなかったっていう方にこそ、まさにディアブロ、4、シーズン2やってみてほしいなと思ってますので、ぜひこの吸血能力含め、非常に面白い、バフ要素たくさんの、シーズン2、ですので、まあ、遊んでみてほしいなと思います。まあね、今回ちょっと序盤にやったことを、お伝えしてきたんですけども、まあ、少しでも皆さんの、序盤のレベリングの参考になれば、幸いです。まあ本当にね敵の、まあなんだろうレベル上げの効率が4割上がったと言われてますけど、本当にね敵がかなり、弱くなってて、まあ最初のダンジョン、私結構今回ブッチャーに10回ダンジョンに入って9回、なんとブッチャーに出会っちゃうというような感じだったんですけど、一度もね、やられることなく、毎回ブッチャーを倒すことができて、できるという感じでしたので、まあ、ぜひね、まあ、レベル上げの方ね、気楽にやってみてほしいなと思います。まあ、難易度が高ければね、ティア1で、まあ、とにかくレベル上げをしちゃうっていうのも、おすすめかなと思いますので、ぜひやってみてほしいなと。まあ、今後ね、ちょっと吸血力とか、まあ、あと、シーズン2でしか組めないような、ビルドの解説動画なんかも出していきたいと思いますので、ぜひ、この機会に、高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとですね、ちょっと宣伝になっちゃいますけども、まあ、このチャンネルではね、ディアブロ4のディスコードサーバーの方も、運用してますので、まあ、今現在400名以上の方がね、まあ、参加してくださってるんですけども、まあ、皆さんで気軽にパーティーを組んだりとか、あとね、まあ、クランの方も、まあ、追加のメンバー募集してますので、ぜひね、気軽に、ディスコードの方も遊びに来ていただけたらなと思います。概要欄の方にね、URL のリンク貼ってありますので、ぜひそちらから、遊びにいらしていただければなと思います。それではまた次回の、動画配信でお会いできるのを楽しみにしています。哲学徒でした。